こんにちは、南雲慶典です。今日も手作り時計の第2弾という形で手作り時計の逆流図バージョンをご紹介したいと思います。こちらですね。このサイズとこのサイズになります。大きさ的には面図でこのぐらい、こんな感じです。で、一応ミディアムサイズというかレディースというかがこのぐらいです。僕の手首が 16.5 でこのぐらいですから、ちょっと小さめかなという感じになると思います。で、逆流図になっているので非常に使いやすいと思います。こんな感じで、ボディは真鍮ですね。非常にこう使ってると渋い色合いになってくると思います。で、ベルトはナトータイプの引き通しになってます。大きさ的にはこんな感じです。なかなか面白い時計で見やすいと思います。詳しくはブログで書かせていただきたいと思いますので、ぜひご覧になってみてください。ご紹介ブログの下の方にこの時計が、詳しく書かせていただいております。で、特別価格で、明日までかな、今日明日まで、特別価格で新規取扱いブランドということなので、特別価格で、お安く買えますので、ぜひこの機会に手作り時計使ってみてください。よろしくお願いします。